ポーランドのホロコースト地図。ポーランド語でベルゼックと書いてあるのがベウジェツ強制収容所ベウジェツ強制収容所もしくはベウジェツ絶滅収容所は第二次世界大戦中にナチスドイツがルブリン県ベウジェツ村に設置した強制収容所であるラインハルト作戦に基づく三大ユダヤ人絶滅収容所の一つである。三つの絶滅収容所の中では 最初に作られ、他の2つの絶滅収容所のモデルともなった。開設から閉鎖までのわずか1年の間に40万人にも及ぶユダヤ人をはじめとして、ロモ民族、ポーランド人政治犯などが大勢ここで殺害された。ベウジェツ、ベウゼツ、ベウゼッツ、ベルゼク、ベルゼックなどの表記も参見される。ルブリンチク、SS 警察高級指導者。 オディログ・ロボクニック新衛隊上級大佐が、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーの命を受けて、建設を開始した。ベウジェツが選ばれたのは、人気がなく、鉄道に近い場所であったためであった。ベウジェツ駅から分岐した線路を300メートルほど進んだところに、ベウジェツ強制収容所の入り口が存在した。 1941年11月から建設が開始され、翌12月に完成した。ベウジェツの初代所長には後に3、大絶滅収容所総監となるクリスティアン・ビルトが就任した。後に、ラインハルト作戦と名付けられることになる、ポーランドユダヤ人絶滅作戦のための3、大絶滅収容所の最初の収容所であった。ベウジェツに移送されてくるものは、ガリツヤ、クラッカウ地域、 ルブリン地域からのものが多い。1942年2月末に移送されてきたユダヤ人を使ってガス室実験が行われた。はじめ一酸化炭素が使用されたが、続いて試された戦車の排気ガスを管を通してガス室に流し込むやり方の方が良いと判断して以降、ベヨジェツではこの方法でガス殺が行われることとなった。 絶滅作戦に拍車がかかったのは1942年7月から11月にかけてであった。1942年7月19日にハインリヒヒムラーが年内に総督府のユダヤ人は全員殺害するようにと各絶滅収容所所長に命令したためであった。収容所には2ブロック存在し、1ブロックは囚人の到着にかかる事務を担当する場所であり、囚人から 衣服や荷物を剥ぎ取り保管するための場所であった。そして2ブロックに十0個のガス室が存在し、他に共同墓地や死体の搬送作業などにあたるローム囚人の住居スペースなども存在した。絶滅収容所であったベウジェツは一般の作業場を設けなかったため収容所としては狭く縦275メートル、横263メートルのほぼ正方形型の収容所だった。 5箇所の監視塔が存在し、機関銃が常にガス室へ向かう囚人たちに狙いをつけていた。監視は20名から30名程度の親鋭隊員と60名から80名程度のウクライナ義勇軍の兵士で構成された。監視たちは収容所内ではなく、ベオジェツ駅の付近に住居を持ちそこで暮らしていた。1942年末になると、ポーランドにおけるユダヤ人社会が、 ほぼ壊滅し、またアウシュビッツビルケナウ強制収容所が巨大化したため、ベウジェツの必要性は薄れ、1942年12月をもって活動を停止した。他の三大絶滅収容所に先駆けての活動停止だった。さらに、墓地の死体の焼却と植林など、証拠隠滅作業が始まり、1943年半ばには完全に解体されて、 ベウジェツ収容所は、跡形もなく消滅した。ありがとうございます。